先ほどの矢野監督のインタビューでも矢野監督は触れていましたが、やっぱり菅野も飛ばしてましたよね、立ち上がりからね。まあ、最初から腕振ってましたよね、しっかりとね。はい、こちらは高橋遥人の立ち上がりなんですが、1番のこの松原のサードゴロでかなりこの糸原の硬さが見えたというのが ね、印象的でしたがね。はい、まあ、若干のボールの浮き気味、そしてボール先行はあったんですが、しっかりと立ち上がりを抑えました高橋です。まあ、確かにこの1番に対しても力でこう投げ込んでくるような感じ、苦手の近本もセカンドゴロという形、先には点をやらないぞという、まあ、序盤は特にこの両投手からそれ感じましたよね。そうですね、本当に菅野もストレート走ってましたよね、最初からね。はい、で3回の菅野自身のバッティングなんですが、これあわや抜けようかという、まあ、これが抜けていれば両チームを通じて初失点だったんですが、中野のファインプレー、そしてマルテのナイスプレーというところで阻止しました。3回裏です。こんな場面もありました。これが坂本三振で2アウト目なんですが、小林がチェンジと勘違いしてベンチに戻りかけたの菅野が声をかけて戻したと苦笑いの場面もありました。4回です。ワンアウトランナーなしから黒岡の思い切ったスイングでのレフト前ヒット、両チームを通じての初ヒットになりました。まあ、ただ、ね、初めてのランナーのこの回はこの坂本の当たりセカンドゴロで月曜は取れたということで、リズムを保たれてましたね。そうですね、しっかりダブルプレーとってね、こう流れに乗ってきましたよね。はい、ただ5回です。この丸のこの当たりが飛んだコースがよく結果的に内野安打になっていくというこのところ、まあ、この気持ち当ててましたヘッドスライディングです。そしてピックアップでもお伝えしましたこのウィーラーのバントですよね。なんといってもバントを、ね、しっかりと一発で決めたっていうのはやっぱりこう攻撃のリズムが、ね、しっかりできていきましたよね。はい、なんかこう得点に向かっての流れっていうのはしっかり本当できたようなね、チャンスが広がった中で吉川が中野の粘っこいバッティングでリード中心、センターへタイムリーヒット、先制点が入りました。まあ、今日のゲームに関してはやっぱり先制点大きいですよね。大きかったですね。一方のタイガースなんですが、まだヒットが打てない中、マルテがレフト前ヒット、これがタイガースのチーム初ヒットということになりました。でここで5回の攻撃はジャイアンツとは交代勝でエンドランランナースタートを切ってこれが外されてしまいました。完全に読まれてましたよね。まあ、ただその後糸原にフォアボールを与え、まだタイガースはねランナーを出してという流れの中で、まあ、ティラミのこの辺り捉えたんですけどね、センターへ、そしてロハスがレフトにフライというところで、まあ、初めてランナーを出したイニング、菅野から点を取ることはできませんでした。前半は1対0というところになります。後半6回に入りました。これ浜中さん、ツーアウトランナーなしからだったんですよね。でここで坂本にこう初球を打たれて、はい、しっかりとこうつながれてというところでしょうね。丸は警戒して歩かせてツーアウト2塁1塁、いいバントを先ほど決めたウィーラーはこれ初球でしたね。そうですね、おそらくツーシム系のところを狙っていたと思いますけども、見事にセンターオーバーのタイムリーツーベース、2点が追加されまして3対0。これでガッツリとジャイアンツが流れを使いましたね。はい、まあ、この辺りからはちょっとこう菅野も6回に入ってペースを変えていくんですが、坂本にデッドボールを与え、今日はランナー一塁、まあ、慎重にといいますか流れをやらないという感じの慎重な投球が続いたんですが、これ中野はうまくすくい上げてライトフェンス直撃のツーベース、2アウトランナー2塁3塁。この6回で1点でも入っていればという浜中さん、イニングでした。そうですね、でも今の最後にね、うまいことこうインコースを投げましたよね、この菅野がね。ショートフライ点は返せませんでした。8回はピッチャーが3人での及川になりますが、松原にレフトにツーベースを打たれます。まあ、こうなると少しもうね流れみたいなものはジャイアンツ行ってますんで、こうやってランナー出すとツーアウト1、3塁から本当にウィーラーが簡単に振ってレフトに持っていったというね。今日の全得点に絡んでますからね、バントにしてもね。これで4対0になりました。8回はデラロサが回ってワンアウトランナー出すから坂本がセンターヒット、ワンアウトランナー1塁、バッター佐藤のコールがあって甲子園も沸いたんですが、最後はストレートを空振り三振。1番この後島田がライトにファインを落とすというヒットを打ちました。二塁一塁、まあ、あと1本という場面が続くんですが、小野中野はセカンドゴロ、まあ、先ほどのツーベースですから入れ替われかなんていうね、
それになるんですが、もうまさにタラレバになってしまいます。で9回、一応この9回はビエイラが上がったんですが、まあ、思うようにストライクを取るという形にならず、2アウト1塁から代打大山がレフトにヒット、クリーンヒットを放ちました。さらにパスボールもあって2、3塁からノハスにはバーボール、ちょっとこの内容が悪かったんですかね。そうですね、はい、ここでやっぱ思い切ってね、原監督変えましたもんね、まあ、大事をここは取りました。まあ、ビエラにとっても久々の真剣勝負というところですからね、はい、畑がマウンドに上がって2アウト満塁となってバッター代打原口なんですが、この変化球を、まあ、見事に振り抜いていったんですが、サードライナー、最後は岡本に代わってスタメンサードに入っている広岡がこのボールを掴んで、結局タイガースは点が取れず4対0でジャイアンツが逃げ切ったというこのクライマックスシリーズのファーストステージ第1戦ということになりました。試合後の表情です。桐山隆アナウンサーです。桐山さん、はい、まずジャイアンツ